バキシンライザー龍がやってきてくれました。ストップ地球温暖化教室は、子どもたちの憧れのヒーロー、バキシンライザー龍を通じて、子どもが興味を持ちながら楽しく学べる環境学習プログラムです。地球温暖化防止につながる環境に優しい暮らしや行動を、バキシンライザー龍と一緒に考えていきます。龍、そもそもその地球温暖化って一体何なんですか？地球温暖化とは、昔に比べて地球の温度が上がってきていることを言うんだ。でも地球が暖かくなりすぎてしまうと、地球にとっても、地球に住んでいる僕たちや動物たち、植物たちにもたくさん悪いことが起こってしまうんだ。だから今日は、地球温暖化とは一体何なのか、そしてその地球温暖化をどうやったら止めることができるのかを一緒に考えていこう。子どもたちにはイラストパネルを使って地球温暖化を分かりやすく伝えていきます。地球温暖化って何のこと？どうして起きるの？地球温暖化が進むとどうなっちゃうの？という問いかけから始まり、私たち、僕たちができることは？と、子どもたちの生活の中から気軽に取り組めるように、地球温暖化の防止について考えてもらう機会を作ります。こちらです。じゃじゃん。さあ、ご飯もう食べたくないよ、もういらないよ、残している絵が出てきました。みんなこれ見てどう思う？ダメ。そうだよね、みんな好き嫌いしないでご飯食べてる？うん。お、すごい、みんなも頑張って食べてる。素晴らしいですね。食べ物を無駄にするということは、その食べ物を作るために使ったエネルギーを無駄にするということと一緒なんだ。そのご飯を残して捨ててしまったら、エネルギーの無駄遣いになってしまう。そしてその他にも、残したご飯をゴミとして捨てると、その処分にもたくさんのエネルギーが必要となるから、好き嫌いをしないでご飯をしっかり食べようね。うん、確かにそうだよね。こちら、じゃじゃん。お、歯磨きをしている絵が出てきたんだけど、みんなこの絵どこかダメなところあるかな？ところからすぐに水を出しっぱなしにしてるっていう声が聞こえてきました。みんなの家でいつでも水が出るようにするために、たくさんのエネルギーが使われているんだ。水を出しっぱなしにすると、そのエネルギーが全て無駄になってしまう。歯を磨くときは、コップに水をためて蛇口をしっかり閉めるようにしようね。うん。憧れのヒーローが問いかけることで、子どもたちの関心と学習意欲を高め、自分でもできるかも、自分もやってみようという気づきを目指します。さらに講演の最後には、龍と子どもたちの約束が書かれた龍とのエコ約束カードを子どもたち全員にプレゼントします。お家でできる7つのエコアクションが書かれた龍と子どもたちの約束カード、いつも近くに置いて、できることからチャレンジ。お家や幼稚園、保育園などでも繰り返し学習できるカードです。もういつもの保育の時の表情とは違って、やっぱり龍が来たことによって、すごいいつもより笑顔でした。あのお話がすごく上手に聞けてまして、うなずきながら聞いてたので、とても分かりやすく理解できたかなと思います。どれくらい子どもたちが興味を持って教室に参加できるのか、ちょっと楽しみにしていたんですけれども、すごいやっぱり中身が濃く、子どもたちに分かりやすいようにお話ししていただいたので、はい、私もとても楽しく参加できました。いつもいるクラスの先生とのお約束、もちろん大切なんですけれども、やはり龍とのお約束だと、子どもたちは残念ながら先生たちとのお約束よりも効き目があって、頑張るのではないかなと思いました。去年はとにかく猛暑で、水遊びも もちろんプール遊びも外で遊ぶこともできない状況が続いて、子どもたちも
何かが違うってのは感じ始めていた時にちょうど講演していただいて、ご家庭からお父さんがテレビをつけたまま寝てたらダメだよって言ったとか、今日はお給食を全部残さないで食べたとか、子供が子供の言葉なりにこうだよって訴えるっていうことがご父兄の皆様にとっては驚きだったようです。やはりみんなのヒーローの龍に言ってもらうっていうことは子供たちにとっても本当に貴重な機会だし、龍が教えてくれたからお家の方にも伝えるし、私たちも気づくことができるっていうことは本当にありがたい機会をいただいたなって思っております、はい、ちょっとした視点を変えるだけでできること、子どもたちが家族と一緒にできる小さなアクションの積み重ねが地球の未来を変えることにつながると学んでいきます。バキシンライザー龍のストップ地球温暖化教室は未来へつながる子どもたちを応援していきます。